はい、伊勢姉妹図です。今日はですね、ルームツアーをしていきたいと思います。もうそろそろ外籠もりプレイスもオープンするということでですね、はい、こちら外籠もりプレイスの外観になります。だいたい隣がそうなんですけど、まあ、これ奥に、製材所があるんで、まあ、そこのカンチャンですね。はい。まあ、だいたいこんな感じで、まあ、黄色い建物ですね。まあ、ここにゴミステーションがあって、まあ、これ外ごもりプレイスがあるという感じですね。はい。まあ、そんな感じで、まずこれ駐車場になりますね。まあ、まずこのところにまあ1台ですね。それかここにまあジムニーみたいな軽は1台、まあ、どっちにしろここには1台しか置けないんで、1台です。はい。でもここも、駐車場になります。どうしようかな、まあ、俺の車が一番奥まで来るとして1台ですね。まあここがウッドデッキです。まあ、大体ですね、まあ、お客さんは K ですね。まあ、K の N 番だったら、まあ、ここの土地境界線ギリギリまで寄せてもらうか、ここですね、頭出してもらうか、まあ、一応ここが1台で、大体ここの通りに1台で、俺の車が一番奥にあって、まあ、3台で考えてます。まあ、あと、これがウッドデッキですね。まあ、まだまだちょっと今年はですね、単管パイプを買う金がないんで、とりあえずまあ、この状態でいきます。はい。で、まあ、もうちょいギャップとか段差をね、解消してから、になります。はい。で、次、中行きます。